兵士とは、壺の一種で、後園部が細くすぼまる、比較的小型の機械のものを言い、主に手記として用いられた。蝶漆絵根頃兵士滋賀県八幡山城出土の小瀬戸の兵士変名ピンのように、大部が直線的で下から外へ向かって、やや広がるように立ち上がり、丸く肩を張り、後園部では細くすぼまって、蓋を置ける形になっているものや、 後円部が伸びて長い頸部を伴い体部の高さと変わらないようなものまで指す語である。コセット様式の海遊唐草文平氏は、徳鎮口んの青白珠名ピンを模倣したことで知られている。次口が小さいことによる使い勝手の悪さから、後にとっくりにとって変わられることとなる。なお、沖縄弁では五神室墓セットのことを、瓶酒とかウビンスなどと称している。また、 現代中国語では、いわゆるガラス瓶全般を指して、兵士と呼んでいる。神社の儀式で使用される兵士は、稲荷兵士、鈴兵士、古代兵士、門入り兵士などである。また、兵士の蓋として、木製の仕口、竹製後新宿地などを使用する神社もある。なお、兵士に似た長後坂瓶などを使う例もある。藤原成りちか、最高と春閣が、 平家打倒の密談を行った際、うっかり兵士を倒してしまったが、これを見て成地下が兵士が倒れたと喜び、それに乗って最高が兵士の首を折って、打ち首だと騒いだという話が平家物語に残っている。詳しくは、獅子形にの陰謀を参照のこと。ありがとうございます。